人を思い出すと言うけれど、だったら早く来いよ死に際。このまま生き続けてたらいつかあいつを忘れてしまいそうで怖いんだ。夢だけが美しく見えるのはなぜかしら。過ぎ去った優しさも今は自分の欲しいものがわからないから笑いながら彼女を飛びました。この狭い箱の中で必死にあたりを照らしながら彼女はどこにもたどり着かない、たどり着けない。その姿を見て思ったんだ、僕らは夢に見せられてんだって。とても美しい、誰もが憧れる遠く、見失ってからでは遅いんだ。だってこの素晴らしい世界は選ばれた人にしか見ることが許されない。だからどうか冷めずにこのままでいさ、心も汚れた手も増えてゆくしわ。